キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。今日は暇だな。あ、そうだ、秘密基地を作ろう。場所はどこにしよう。家の地下、遊園地どこもいいな。あ、プールだ。プールの下なら誰にも気づかれないでしょ。よし、頑張って作るぞ。まずはここでも十分に生活できるよう家具を置いていくよ。必要なものはベッドと作業台、あとはかまどがあれば大丈夫でしょう。なるべく目立たないように置いていって、最後はチェストの中に大事な武器とか装備を入れれば完成。あれ？おかしいな。なんか想像してたのと違うかも。何作ってるの、くもりん？あ、ビビ、今ね、プールの中に秘密基地を作ってたの。プールの中に秘密基地か、面白そう。でもそれだと僕たちが入っても溺れちゃうんじゃないかな。あ、確かに、作り直さなきゃ。よかったら僕も手伝ってあげるよ。やった、二人で最強の秘密基地を作ろう。えいえい、うん。入り口はこの端に作っていこう。オッケー。中に水が流れてこないように壁際に看板を置くとこんな感じでピタッと止まってくれるからおすすめ。看板を使うと水も止められるんだ。すごいすごい。それができたら奥まで掘っていくよ。ほり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 。ここで大体のお部屋の大きさも決めちゃおう。ここからここまで、お宝がいっぱい置けるように大きくしたいよ。いいねいいね。じゃあ秘密基地に入る前の第一関門、透明なドアを作っていくよ。透明なドア？そんなアイテムマイクラにあったっけ？それがね、とあるアイテムを組み合わせるだけで簡単に作れちゃうんだ。そうなんだ、気になる気になる。まずはドアを作りたい場所を決めて、下に一マス穴を開けるよ。ここがいいな。穴を開けたところにはフェンスゲートを置いていくよ。ポッと上からフェンスゲートを隠すように羊毛を敷いたら、あら不思議、透明な壁ができるんだ。え、何も変わってないじゃん。そのまま前に進んでみてよ、くもりん。あれ、なんで進めないよ。面白いでしょ。うんうん。この壁を僕たちが通れるようにするには、さっき置いたフェンスゲートの横にレッドストーンを一つ置いて上からブロックで隠す。最後にボタンを横に設置すれば出来上がり。これでボタンを押せば通れるようになるよ。今度は通れた、やった。逆側には感圧板を置けば出入り可能になるよ。簡単にできるからお友達のお家に作って遊んでみると面白いぜ。中のお部屋はどうするの？くもりんの好きなように家具とかを置いちゃっていいよ。じゃあさっきよりおしゃれな秘密基地にしようかな。わかった。寝るところはベッドの周りにランタンを置いたりしてキラキラさせよう。あ、バナナをしまう冷蔵庫も作らなきゃ。ここでバナナ料理もできちゃう。それなら台所が必要じゃない？そうだった、しっかりしてくれよな。でも作り方わかんない。僕わかるから教えてあげる。トントントン、カンカンカン、よし、できたよ。やったー、これでたくさんバナナ食べられる。よかった。あと残ったところは適当に装飾しちゃおう。そうだね、できた。あの角は何も置かなくていいの？あそこには2つ目の仕掛けを作るから開けておいたの。なるほど、どんな仕掛けを作るの？本棚の下からチェストが出てくる仕掛けだよ。何それ、絶対すごいやつじゃん。準備するものはレッドストーンの松明、レッドストーン、粘着ピストン、本棚と絵の5つだよ。最初に粘着ピストンを2つ並べておいたら、そこから2マス前に穴を開けてチェスト、上には本棚を4つ設置するよ。こうしてチェストと本棚もポンポンと。粘着ピストンの後ろには好きなブロックを2つ並べて、レッドストーンで一番端の本棚までつなぐ。次につないだ本棚の後ろに向かってレッドストーントーチを置いてみて。レッドストーンをつなげたらレッドストーントーチを設置。これで合ってる？合ってるよ。そしたら前に戻ってレッドストーントーチをつけた本棚の上に感圧板、その前に絵を重ねて見えないようにする。いいわ、これにしよう。最後に周りを本棚で綺麗に整えたら完成。できた。でもどうやって下のチェストを開けたらいいの？さっき置いた絵に向かってアイテムを投げてみて。えい、うわ、動いた。アイテムで感圧板が作動してチェストが出てくる仕組みだよ。こんなの誰も見つけられないよ。そうだね、だから絶対取られたくないものはここに隠しておくといいよ。俺
俺様だったら大量の TNT をここに隠すかな。一体何に使う気なの？まあまあそんなことは置いておいて、最後の仕掛けを作っちゃおうよ。最後はどんな仕掛けかな？プールサイドに作っていくよ。プールサイド？僕たちのプールにはそんなのないよ。これから全部作るの。これから全部？大丈夫、今までで一番作るの簡単だから。そっか、ならよかった。使うのはシェルカーボックスだけ。本当にそれだけ？そうだよ。まずは床にシェルカーボックスを並べていくよ。パン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 。入り口はどこにする？ど真ん中。じゃあこの下に穴を掘って部屋を作ろう。わかった、ここはダイヤをしまう部屋にしよう。よし、こんな感じかな。見て見て、ビービー、なかなかやるじゃねえか。クモリン天才です。じゃあ最後の仕上げに行こうか。楽しみ。よいしょよいしょ、できた。すごい、傘が刺さってる。これは傘じゃないよ、パラソルっていうの。やっぱり日陰があった方がいいかなって思って。なるほど。本当は入り口の上に何かブロックを置かないと作動しないから、こうやってうまくごまかしただけなんだけどね。ただ置いただけじゃダメなんだね。そうそう。入り方はどうやって入るの？さっきの真ん中に置いたシェルカーボックスの上に乗りながら下を向いて開けてみて。行こうかな。うわ、落ちた。どうかな、最強の秘密基地じゃない？そうだね。みんなはどうなった？作ってみたいと思ったお友達はいいねを押してね。他にもやってほしいことがあったら LINE で教えてね。ねえねえ、せっかく作ったし僕たちでゆっくり回ろうよ。賛成。まずは入り口から入って、ビューン。あ、逃げない。ボタンを押すの忘れてるよ。あ、そうだった。それくらい覚えてるよな。次はこの本棚の仕掛け。開けゴマ。そうじゃないでしょ。絵に向かってアイテムを投げるんだろ。そうだった、せいやー。開いた。最後はここだね。ここ、あれ違った。どこだっけ。このパラソルの下だよ。あ、思い出した。自分で作ったくせに忘れすぎだろ。ダイヤの部屋。キャフー。このチェストを開ければたくさんのダイヤが。爆発したよ。あれ、なんで僕の作った仕掛けだけ心配しちゃった。しっかりしてくれよな。僕の集めたダイヤが。オーバー。これから投げさ